関西学院の中澤と申します。先ほどの、南波先生の方は化粧品の、作成あるいはまあ最後の方でこう浸透という話がありましたが、私の方はまさにその浸透というところですね。皮膚とそういった化粧品がどのような相互作用するのか、まあ、今回は特にその電流波等のですね、外部刺激を加えた場合に、まあ、どのような、その吸収性の変化が生じるのか、まあ、そういったところに着目して研究を行おうというふうに考えています。私の方は関西学院で助手という身分でですね、まあ、研究室あるわけではないんですが、まあ、一つスプリングエイトの方を割と簡便にこう利用できるような環境にありまして、まあ、それを利用していろいろこの辺りの構造解析を行っているということになります。はい、で具体的に、スライドの中身を説明していきますが、まあ、ここは化粧品というよりかは薬品ということになってくるかもしれないですが、まあ、いろんな投薬の方法がある中で、やはり患者負担が一番少ないと言われているのがこの経皮吸収、経皮投与です。で、ただし皮膚のバリア性というのは非常に高くてですね、なかなか透過しにくいというのが大きな問題です。まあ、そこでまあ、薬剤の剤形を工夫したり外部から刺激を与えたりして透過量をこう変えてやろうと。でそうやって、まあ、一つでも多くの薬をこう塗り薬に変えていこうというのが大きな目標というか目的であります。で、まあ、薬品に関わらず、まあ、化粧品とか医薬部外品ですね、まあ、そういったものが皮膚上でどういうふうな構造を形成するのか、あるいは皮膚の表面でどのような相互作用するのか、でどのような時間で浸透していくのか、まあ、そういったところを見るということをしております。で、まあ、角層ですね、まあ、皮膚の表面には角層というものがありまして、その角層の構造が非常に素晴らしいというか、人類がこう進化の過程で勝ち取ったものでありまして、まあ、ここはやっぱりなかなか薬品というか、まあ、当然通り過ぎると、いわゆるアレルギーを起こしたり、してしまいます。あるいは体の中にはたくさんの水が存在していますが、その水が、出ていってしまう、簡単に出ていってしまうと、我々は干からびてしまいます。で、それを防御する役割を果たしていますので、まあ、この構造を、まあ経皮吸収薬は超えていかないと皮膚に入らないということになります。で、まずはこの構造とその薬品がどう相互作用するのかっていうのに着目して研究を行っています。で、ここを詳しく見てみますと、この先ほどのこれが一つ細胞です。角質細胞で、その角質細胞があって、その間にこう細胞間脂質領域っていうのがあるんですが、ここがですね、この角層内でこう連続層を形成しておりまして、まあ、こう有用性の薬剤なんかを塗布すると、この間を通って浸透していくということが言われています。で、すみません。ここの構造ですか、その細胞間脂質は非常に規則正しく配列しています。まあ、配列している領域を持っています。で、まあ、生体資料には非常にこれ珍しいんですが、まあ、ここにですね、こう高輝度な放射光を照射すると、この構造に由来する構造情報が得られるということになります。で、まあ、こんな感じですね。薬品を塗ると、まあ、こういったところを透過して、薬物は体内に浸透していくわけですが、まあ、ここの構造を、まあ、ダイナミックにですね、解析することで、まあ、どういう時間で、まあ、こう浸透していくのかっていうのを評価するというようなイメージです。実験はこのスプリングエイトで利用しています。まあ、最近非常にこのスプリングエイトの性能が上がりました。で、特にこうソフトマテリアルっていうか、こういう、まあ、生体資料 の、 研究に向いたそのビームラインができてきて、でそこの、放射光の光源の輝度が非常に上がった。あるいはその時間空間分解のが高い検出器が導入されたということで、おそらくこれも世界で見てもここまでこのソフトマテリアルに対して向いたビームラインがないというぐらい非常に恵まれた環境になっています。で、まあ、これを利用して研究の方を進めています。で、まあ、原理としてはこんな感じですね。この CDR にこのインジメンです、レーザー
まあ、これ普通のレーザーポインターでいいんですが、まあ、照射すると、いわゆるこう鏡面反射というところに一つあのスポットが出てくるんですが、それとは別に、このあたりに解説によるあの強め合うスポットが出てきます。で、このスポットはこの CDR の因地面の情報を完全にあの記憶していますので、まあ、このスポットを解析することで、あのここの微細構造の情報を得るということをしています。で資料ですね、まあ、X 線がこのように入ってきて、中に資料を設置して、その解説を取得すると、まあ、これちょっと特許なんですが、あのこういうような資料資料を作りまして、実験の方を進めています。具体的に言うと、まあ、こういう電極を組み込んで、まあ、今回ですね、あのこの電流場、まあ、この資料を置いて、そこに薬剤を塗布して、でこの電極から電場を引火して、その浸透の時定数がどのように変化するのかっていうのを、観察するということを計画しています。で実際に、皮膚に、この X 線を照射すると、この非常にこうシャープな、解説リングが、出てきます。でこちらで、説明しますと、そうですね、あの細胞間質のラメラ構造であったり、あの細胞内のケラチンであったり、細胞間質の側方のパッキング構造であったり、まあ、そういった情報があの得られて、まあ、このあたりのピークの時間変化をあの解析するということで、薬剤の浸透性を評価しています。で、まあ、これは、具体的に言うと、水分ですね、あの皮膚の中から出てくる水分、まあ、ちょっと薬剤とは関係ないんですが、あの同時計測の例ということで紹介しています。まあ、温度を変えていって、皮膚から出てくる水分量のその時間変化と構造の時間変化を両方同時に解析しましたところ、まあ、その2つが、この細胞間質の速報配列はあの温度相転移をするんですが、その相転移点で、やはりその水分の透過性であったり、まあ、構造はもちろんですが、その両方があの乱れているということが分かって、まあ、この細胞間質のこのはまあ、もう細胞間質のそのが、すみません、この水の核層内の水の移動性に寄与していることを示したあの例です。あるいは、これがまさにあの薬剤の塗布ですが、これを、先ほど得られたプロファイルの引き算をしています。でこれ、まあ、ガタガタしているところから分かるんですが、非常にこう微細な変化なんですが、この微細な変化を割とあの高感度で捉えることができておりまして、これ時間変化していくと、どんどんこの差分があの下方向のピークが出ているということで、ここの構造がどんどん乱れていって、かつ、こちらにポコッと出ていますので、X 線のこの横軸は、まあ、産卵ベクトルということで、この逆数がその分子の横方向の距離に対応するんですが、こいつが小さくなっているということで、分子の間隔が広がっている。おそらくこう薬剤が浸透していって、分子間の間隔がこう広がっていくということが、まあ、このような測定から分かります。で具体的には、あのまあ、これ、どういう薬剤をこう塗布するのかというのも一つ、重要なポイントでありますし、その薬剤を、まあ、どう、開発していくのかというところもあります。で先ほどから言っていますが、この過程において、その外部からいろいろな刺激を加える。まあ、一番最初に思いつくのは、まあ、そういう電流場。でありますが、まあ、そういったものを加えたときにこうどう変化するのか、まあ、あの巷ではそのエステとかでですね、あの、まあ、イオン導入とかもやられていますが、まあ、大体そういったものを、想定して研究しております。あるいはまあ超音波とか力学刺激とか、まあ、いろんな刺激があり考えられますが、そのような刺激を加えることで、まあ、このあたりがどう変化するのかっていうのをあの見ていけたらなというふうには思っています。で、まあ、このようなですね、あの実際にこうイオン導入の装置とか開発されているあの企業さんとかあのからですね、我々ちょっとあんまりあのどのような刺激を加えたらいいのかっていう、そこの情報はあまり持っていません。で、まあ、巷で開発されているそういったものから情報を得て、まあ、あの今後ですね、いろいろ、まあ、評価等でも構いませんので、まあ、なんかそういったところで興味を持たれている方おられましたら、あの気軽にあの声の方をかけていただけたらと思います。はい、以上です。